ハンスタイルの木、坂口安吾。ジョー。私がヒロポンという薬の名を聞いたのは、六、七年前で、東京新聞の Y 君が聞かせてくれたのである。その時は、二日酔いの薬という Y 君式の伝授で、社の模佐連中が二日酔いに用いて、霊言新たかという効能がついていた。 けれども当時はそろそろ酒も姿を潜めて、めったに二日酔いもできない世の中になりかけていたから、ヒロポンのお世話になる必要もなかった。それから一、二年して、仕事にヒロポンを用いているという二人の男にぶつかった。南川淳と荒正人だ。南川がヒロポンというのは話がわかるが、荒正人とヒロポンは、 ヒロポンが顔負けしそうだけれども彼は女房女中に至るまでヒロポンを飲ませて家庭の能率を上げるという奇妙な文化生活を楽しんでいるのだそうである当時は戦争中で私は仕事もなく酒もなしという状態でヒロポンのご厄介になることも少なかったが時々は二日酔いに用いたこともあって 私の二日酔いと来ると同盟だから、定量以上ガブガブ飲み、ちょうど居合わせた長畑医師にいさめられたことがある。その時、エフェドリンに似た成分の薬だということを教えられた。そのうちに空襲となり、薬屋にヒロポンの姿もなくなり、本土が戦場になったというような時に、ヒロポンの必要がありそうだと考えていると。 私の兄が軍需会社にいるものだから、その薬なら会社にある、夜行に後院に飲ませているのだ、と言って持ってきてくれた。ヒロポンが5粒に胃の薬を混ぜて一服になっている。私の町が焼け野原になった夜、焼夷弾が落ち始めたとき、このヒロポンを飲んだ。どうにも眠くて仕方がないからで、戦争中は私は実に眠かった。 そのヒロポンのせいだか、私は妙に怖くなかった。頭上で焼夷弾がガラガラやるのを軒の下から眺めて、四方の火がだんだん迫ってくるのを、変な孤独感で待ち構えていたのである。ホープの編集記者のニイミという人が、元来心理学を専攻した人で、戦争中、航空隊に属してヒロポンの心理反応を取り扱い、 特攻隊にヒロポンを用いるつもりであったという。多少は度胸をつけること、私も実験済みだが、この新見氏のヒロポンの知識は、専門家だから大したもので、私は2時間にわたってヒロポンの講話を受けたまわったが、あんまり専門的な話だから、感心しながらみんな忘れてしまった。ノートを取っておけばよかった。その時、ヒロポンは元来、 模中毒の薬として発明されたものだということを知ったそのうちに覚醒剤としての効能などが分かってきたのだそうである船酔いなどにもいいそうだとにかく聞くこれを飲めば10時間は必ず眠れぬその代わり心臓がドキドキし汗が出る手が震えるいろいろと賑やかな副産物があって病的だが 仕事のためには確かに良いから自然乱用してしまう。下。小田作之助がヒロポンを乱用していた。彼は毎日ヒロポンの注射をして仕事にかかるのだが、毎日というのはよろしくない。私は仕事の日と遊ぶ日を別にしており、仕事の日は仕事だけ、遊ぶ日は遊ぶだけというやり方だから、ヒロポンは 毎日用いいてはいないもっとも、ヒロポンを用いて仕事をすると、3日や4日の徹夜ぐらい、平気の代わりに、いざ仕事が終わって眠りたいという時に眠ることができない。眠るためには、酒を飲む必要があり、ヒロポンの効果を消して眠るまでには、多量の酒が必要で、ウイスキーを1本半か2本飲む必要がある。原稿料が ウイスキーで消えてなくなり、足が出るから、馬鹿げた話で。私は要するに、全然お金を儲けていないのである。織田のヒロポンは毎日だからひどかった。毎日ヒロポン、仕事、遊びヒロポン、仕事、という順序で、区切りがないから不健康だ。織田のヒロポンは注射だが、私は注射は好まない。第一日目だけよく聞く。 打った途端に頭が澄んでくるから、馬鹿に効くように思えるけれども、1時間もするとぼやけてくる。2本目を打つ。もうさほど効かない。飲む方はすぐは効かぬが、効果が持続的だから、私のように仕事は仕事だけまとめてやるというやり方には、この方に限る。どうしても飲みすぎて、顔色は蒼白となり、汗は出る。動きは打つ。どうも嫌だ。 もう飲みたくないと思うけれども、仕事の無理を聞かせるためには、飲まざるを得なくなってしまう。新長と改造の新年号の小説の時はひどかった。どっちも丸4日間、一睡もしていない。そうかと言って、書き上げても、酒を飲んで泥酔しなければ眠ることができないので、ええままよ死んでもいいや、と思って、銀座のルパンへウイスキーを飲みに出かけたものだ。 あの日の心臓の動きはひどかったので、途中でぶっ倒れるような気がして仕方がなかったのである。その日、織田が昨日滑血したということを聞いたのである。石川淳が酩酊して、織田は滑血したから好きだ。滑血する奴はみんな好きだ。死んでしまえばなお好きだ。と、石川式のことを叫んで立ち上がってふらふらしていた。 石川淳太の太宰治というヒロポン型の先生がヒロポンを用いておらず、荒正人太の私のようなのがヒロポンを乱用しているのは、はだしくスタイルを裏切るものだから、私もヒロポンはやめたいと思っているのだが、近頃は万事スタイルの混乱時代で、先日、代々木の街頭で、俺がこの道を歩いていると、誰でも共産党だと思うだろうなと言ったら、 友人のいわく、さにあらず、共産党はみんなおしゃれだよ、とても身だしなみがいいんだ、という話で、私みたいのボロ洋服、頭髪ぼーぼーは、共産党にもしてくれない、よって、ヒロポンを飲み、スタイル混乱期のお付き合いをしているような次第なのである。